これで、じゃあちょっと、井上さんを。あ、はい、はい、はい。横に並んで。ね、ちょっとスカイプしましょう。カメラ位置として。あ、結構奥にしないと。瀬戸さんが入る。遠くに。あ、げている。あ、井上さんは入る。向きがある。あ、そうか。これでも。これで、あ、瀬戸さんギリギリ入ってます。ギリギリ入ってる。奥に、俺奥に。ちょっと、たまにこう感じ。ちょ、でもそうか、キーストロークを考えると、届かいん。こういう距離感になって、まあまあ、なんとなく。半分切れて感じ。なので、ギリギリ、ちょっと修正すると、この感じ、瀬戸さんに。瀬戸さん入ってる。ちょっとタイムラグが。かなりのタイムラグだ。若干ありますね。なるべく使用して。もうそこだ。そこだって。5秒前ぐらいで。このぐらいですね。このぐらい。よし。で、これで。あ、いった感じですね。はい。じゃあ、多分誰も見てないであろう。今年、今年度初めてですね。のジオジオウエストを Facebook ライブに切り替えて、ちょっとやってみたんですけど、多分10分ぐらいで切ると思います。が、まあ、せっかく今日ゲストで、井上さんも来られているということで、そもそもというかあれです、ね、はい、去年から、青学の、初めての空間情報システムという授業で、瀬戸さんに非常勤に来ていただいているというところで、せっかくはるばる相模原に来ていただいたので、そのままただで返すのもなんだし、僻地にいるということもオンラインで今こんなことやってますよっていう割とオープンソース GIS 系オープンデータとして、まあ特にオープンストリートマップの話を含めた今週の話題みたいなのを提供してたんですが、今年はなんか2人とも非常になんかバタバタした状態でなかなか実現できなかったので、このタイミングでゲストの井上さんが来てるというところで、ちょっとだけ試しに Facebook ライブを使ってみたという形です。しかもあれですね、これライブの視聴者の数がちゃんとオンラインで出ているので、予想通り一人一人も見てないと正確で今ライブで告知もしとらない告知全然してないなので、まあでもまあできることは分かったので、次回1月の16日に、できれば第2回をやりたいなと思っているので、その予告編と次は見ます。はい、1にします。1にじゃあ10分でまとめた2016年のオープンソース GIS 系オープンデータ系で、はい、記憶に残る出来事っていきなり振ってるんですけど、何ですか、アイコロコンストラクションも含めて3次元系も含めた意味でちょっと難しいこと言う、今年のトピックをなんかまとめてちょっと試験放送やめ終わりましょうか。なんかパッと今年やっぱりまあ個人的にはポケモン GO 出たっていうのはすごく、まあ、GIS 業界的には大きい出来事ではないかなというところで、今日ちょうどあの自己紹介で、はい、井上さんも驚愕のレベルユースがレベル16であることが発覚し、ポケモン GO も、家族の力によって、はい、レベル20は超えていると。あれ超えないと古橋家に入らない、資金をまたげないって言われたんですね。頑張りました。彼女の方がレベルが高いっていうすごいですね。いや、僕は面白いですよ ね子供でもできるしね。そうですね、まあ、そういう意味で言うと今日ちょっと実は3次元、まあのデータというか3次元の空間情報というところと、はい、まあ、アイコンストラクションも含めた CAD の世界の、まあ、融合の部分を井上さんに説明していただいたっていう、そんな授業だったんですけども、やっぱり個人的にそのポケモン GO って面白さだけではなくて、さっき井上さんと話をしていて、インターフェースがそのデフォルト長官表示ということがあれだけの人に普及してしまったという。で、Google マップってもともとは2次元だったわけです。で、最近は視点によって多少建物が倒れ込むような疑似3次元的な表現にはなっているけども、やっぱり意識しないとあの3次元表示というか召喚的な表示にはならないので、気づかない人はほとんどだと思うんですけど、そのやっぱりあのポケモン GO なリングレスの指先で街のこう視点をグリグリ立体的に動かして見るっていうところが、まあ、あれだけ一般化してしまったということは、やっぱり
これから大学で学生に教えていくときに、うん、もう3次元表示がむしろ当たり前で、ぐりぐり動かせない地図の方がおかしいって言われかねないなっていう、うん、まあ、半分恐怖感も感じてはいるっていうところで、はい、まあ、そういう時代についに入っちゃったなというのは、うん、個人的に一番大きいなと聞くかな。CAD なんかはもともとね、やっぱ地図よりだいぶちょっと前から2次元から3次元みたいな流れがずっとあって、やっぱりこう3次元でものを見るっていうのが当たり前になりつつある中で、これからそのインターフェースとか、それこそポケモン GO の、UI とかね、ああいったものっていうのがこれから求められてくるっていうのは、うん、CAD の世界でも今までこうコマンドとかマウスで、ね、やってたのが、ああいう世界に突入するんだなっていうのはね、まさにこれ CAD の世界でも思いますよね。やっぱ施工現場でタブレット持ってここがねっていう話はもう割と当たり前になりつつ、とにかく iPad を、みんなで持たせようっていうのは結構もう進んでて、それなりに動いてるんですよね、うん、だからまあそこに載せるコンテンツがまだグラフィックなものじゃないことも多いんですけども、そこに載せてもっと効率的にやろうみたいな話は比較的多く出てるし、昔からの職人さんも図面を見るのはすごい得意で、図面見れば分かるんだけども、3次元の方がより分かる。今まで30分かかってたのが100枚ぐらい見て30分ぐらいかけて、ここはこうだなって分かってたのが一瞬で分かっちゃうから、昔からの職人さんで年を取ってる方でも、そういったものにこうすぐ入っていけるっていうのは、やっぱ3次元の力っすよね。ですね。それはやっぱね、すごいと思う。瀬戸さんなんか、今年の一番のフィーピック。手前にそれがあるんですが、今年は放送大学。あ、そこは、はい、そっちの、そうでしたね。ですね、4月から。そうです。正確には、実はもう去年から、まあ、去年って一昨年ですね、本を書き始め、収録をし、それこそ古林先生にはご出演をいただき、そういう準備をしてたんですけども、その段階ではまだ皆さんには言えない、まあ、言えないわけではないんだけど、まあ、準備をしてたんですけど、満を持して4月から放映が開始され、いろいろコラージュも作られつつも、あれだけ反響をいただいたっていうのは、本当になんか作ってて、非常に嬉しかった。生活における地理空間情報活用というタイトルだったんですけど、放送大学の講義で、人文地理学であったり、地理学っていう名前を冠した講義は以前にもあったし、今も放映されてるんですけど、より GIS とか空間情報の名前がついた講義、多分初めて、放送大学史上初めてということで、それが一番実は僕は印象に、あれのおかげと、そのためのいろいろこう準備の関係もあり、今年いろいろつながった部分もありましたね。実際やっぱり都市計画分野であったり、防災分野であったり、それこそゲームの話とかみたいなこの話には入ってきて、でももちろん OSM とかその参加型 の、 その空間情報の話も入れていますので、なんかそれ放送大学を見たとか、それがきっかけになって新たにこうお仕事につながったりとか、研究につながったりっていう話もあるので、一番実は広がりが出たのが、家族とか親族からも来ました、そうですが放送大学は地上波というか、その契約せずに見られる範囲が、ね、多分首都圏だけなんですよ、ね、それ知らなかった、関西では全国は無料ってか無料ではないと思う、普通は多分有料ってか、多分、放送大学の受講者じゃないと普通は見られない、普通にチャンネル見てるよね、東京はね、ああでもその関西っていうのは見られなかった、マジですか、あ本当に、それ貴重なんだね、貴重なこれもやっぱり放送大学の講義を持つと、初めてその作り方の裏側が見られるというのがあるので、そうか、これブラウ画面がキャプチャーされてるからです、ね、はい、放送大学、あそうですね、生活におけるとかで検索してもらうと、検索で、あそうですね、はい、16年開校、はい、でおおむね4年間か5年間は、はい、まあこのカリキュラム、大きな問題がなければこのままのカリキュラムで進んで、うん、1学期につき1回放送されるので、今ちょっと画面にも出てると思うんですが、実は2年間2回放映されています。今は、
今期のターンは実は火曜日の朝10時半に、なるほど、あのひっそりとやってるんですけど、最初のそうですね、1学期っていうか4月に始めた時なぜかゴールデンタイムに公演、うんうん、しかも金曜日の夜のことでドラマを見るか一部では必ず予約をする方と、あとあのオンラインで特にあの水戸のコミュニティだったんですけども、あ、水戸っていうか茨城県コミュニティだったんですけども、オンライン視聴会みたいなのがFacebook グループで立ち上がってやっていただいたりとかね、そういうのもあったりして面白かったですね。で実際あの視聴者の方とかですね、あとは大学でこう正式にこれはあのもちろん履修登録できるので、うん、そうですね、そういう方からですねご質問とかですね、ちょっとここ違うんじゃないかみたいな話も実はいろいろ受けていたりしまして、実は一部ではちょっとですね、あの明らかに僕の言い間違いだった箇所があって修正をして、あの取り直し、取り直し、まあそうですね、はい、取り直しの部分もあったりして、まああとはその編集でうまくコントロールできる部分があるので、そういうことがあったりとかする、リトラが大変ですね、大変だけどでもね、この業界にとってもこういうのはすごいね、本当はそう初めてなんじゃないですかね。今まで地理空間情報社会って呼ばれていた一般の人との接点みたいなのがぐっと出てきた、ね、そんな感じしますよね。この15回を見ていただければその社会のそれぞれの側面が一応わかるようなこうカリキュラムというか、あの会にしているので、やっぱり時空間情報社会とかよく、ね、今言われますけど、やっぱりちょっとこう大きめに捉えてる部分が、まあ、実際にその実務に携わっていらっしゃる方はいろいろな切り口 で、ね、ご覧いただいてると思うんですけど、その切り口をできるだけ広めるようにしつつ、ただ、まあ、捉えられない部分もね実際にあると思うので、もしこの科目がまた4年か5年後にこう公表、引き続き公表いただいて、その場合にはこう作り直しから一部やっぱアップデートができるようになるので、うんうん、その時に例えば、まあ、ポケモン GO が続いてるんだけど、それもあるでしょうし、そのアイコストラクションが本当にもう実務レベルで、しかも、はい、あの国民というか、まあ、関係者も全員知ってるとかっていう状態になると、多分そういう話も当然入るでしょうし、うん、そういう。すると、はい、2016年から、はい、始まって4年間ぐらいですね。4年間は継続になると2019年、20年ぐらいに。もしかしたら、もしかしたら関係者に声がかかり、ちょっと。ただ、もし継続が決まるとすると、その前に作り始めないと、ですよ、間に合ったら。逆算すると、そう、もう来年、再来年ぐらいには、次のここの部分が改定するんだけれども、取材させてもらえないかっていうのは瀬戸さんからそっと来るわけです、ね、か主任講師がどう決めるかあると思いますけ ど、 なるほど、18年19年あたりもしかしたら関野先生たちから、ね、かもしれない。なるほど、ね、ちょうどあれやオリンピック、あ、そうですね、それで、それには確かに、うん、そこに向けたコンテンツの修正はありそうですね、うん、GPS とか順天町、あ、そうだね、4期体制になるとか、そういう話もあったり、うん、いや、なるほど、素晴らしいってな感じでもう10分ぐらいになりました。じゃあそんな感じで、なんか、いやいやない、さんもいや、これもう そこそこどこさっきの話でなんだっけ、あ、今年一番、今年の井上さん的に、個人的にも、個人的にも業界的にもこの変化が、そうね、まあアイコンストラクションで死ぬ気でみんな今やってますけどもまあ今回の国交省さんの動きはすごい、まあ、まずガイドラインとか要領を作って、うん、それを今年試してみて、また違ったら来年度書いて、うん、まあ、いいとこを一生懸命取り入れて、できるだけ最先端のものを使ってどんどん高度化していこうっていうやり方って、うん、今までとだいぶ違うんですよね。今までこう、まずこう標準を決めて、こういうのを決めて、電子納品とかもそうでしたけども、うん、そうじゃなくてもう走りながらこう決めていく、うん、まあ、いろいろ混乱はあるんだけれども、多分来年再来年とどんどんまた良くなって、いつかは多分 GIS の世界とつながって、うん、いよいよそうで、多分このカリクラムもそんな感じなのかなと。なるほど、で井上さんが多分インタビュー答えます。井上そこまで生きてない。いや毎年楽しみですね。だね、うちの学生も普通にアイコンストラクションかって言えるような、そうそんな感じ、はい、そんな感じ、
ということで、全く自己紹介を、まあ、実はしないで、誰やお前ら、勝手に何やってもいいだろうということなので、オートデスクの、井上と申します。と、東京大学どこの人、東京大学文化情報研究センターの瀬戸さんと、青山学院大の古橋から、来年の、本放送に向けて予告編を流してみました。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。良いお年をということで、これで切ると、終了する。あ、なんかでもピークで3人いってる。誰が見たの？